こんにちは、那須大輔です。今日は初めて来ました、吉田サッカー公園サンフレッチェ広島さんの練習場に来ています。今日は対決しに来ました、同級生と。ちょっと紹介したいと思います。森崎和幸選手、森崎浩二選手です。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 何やその熱が違うわ、うん、絡みづらない。そんなことさ、うん、あのスッて来てもらっていい？え、スッとあ、スッと入った方がいい。そう、あ、そうなの。スッて来てもらって対決するのよ。ソリトコージ？そう、違うわこれここでの対決を取ってなんでお前らの今日対決で俺がボール拾い、うん、なんでやろ。それが一番いいじゃん。アホかそのためにわざわざ来てくれた。いやいやいや、お前は二人対俺よ。なるほどね。うん、一人大丈夫な？一人大丈夫？大丈夫。現役現役自分字は変えんのよ現役な。いやでも紹介するとき森崎和幸選手、森崎浩二選手って言ってたよ。まあまあまあ、だって去年一昨年だって選手やってないから。何を言ったん。そもそもまだ現役。そう、全然名前見てくださ今も現役じゃん。名前見てくれ。で、この2人と勝負しに行きました。おだから、今日はバーテ6球中、うん、だから3球3球で俺は6球。おう、うん、ボール蹴ってないっすよ。だってまあ、なんで蹴ってないな、うん、現役な、うん、何度言うけどいいよいいよいいよ、自分にプレッシャーかけないいいよいいよいいよプレッシャーかけない。あの、ちなみに、フリーキッカーだし、ボランチでこう球をさばくっていうね、技術が上手い選手たちです。二人は僕はヘディングをよくする選手です。何や、急に弱気だ。何やったさっき。ヘディングをちょうど保険かけてないそれなんか。まあ、それ勝負しや。おいおいおい。毎日ボール蹴ってるからこっちは。自信あるな。自信あるよ。よっしゃ、お願いします。お願いします。お願いします。最初はグー、じゃあ、はい。はい、これ、はい。よし。ここに行こう、ここ行こうな。 OK! 頼むよ。よっしゃ、ここから1本目。よし、ちょっと本気出すわ。あれー、マンデマンデなんで、マンデ絶対当たってると思った。マンデやっぱちょっと、もうちょい力入ってるね。いやいや当たったと思ったのに3本目やね。そろそろ当てようもん。ほら見て現役選手現役イエス。やったイエスです。ここで差をつけます。力入ってるよ。よしよし、力入ってる。ちなみに練習でバンバン当ててたから、この二人練習でバンバン当ててたんだよ、本当は。あーちょっとだな。これが4本目か。4本目、やめよう、これよー。よし、11やな。11やな。よし、11。ダメだ。それはないわ。それない。それはないわ。力入りすぎ。めっちゃ入っちゃった。やべ。これ当てたらでかいな。当てよ。今のはバーよ。むしろバーとボスと近かったから今2点入ってもおかしくないよ。今のバーよ。今のは今の
もう一回置き直していいか任せろお前お前いやいやいや任せろ勝負あったなこれ完全にやったおめでとうやったおっさんどうだお前なんだよ力入っとるなほんまに面白くないもんえいやーこれだこれで2位とりあえず同点かとりあえずね終わりよ当たんない OK 念じた念じたよ念じたよし頼んですやば頼んですか念じてくださいこれぞ現役選手イエス考えですかよっしゃ頼んですあと何本か勝負していきたいと思いますので、はい、次行きたいと思います。